タコ焼きは小麦粉の生地の中にタコと薬味を入れて直径3から5センチメートルほどの球形に焼き上げた郷土料理。 直径には、大小の2種類があり、近年は、ジャンボたこ焼きと呼ばれる大型のたこ焼きを売る店が、増えている一方、家庭では焼きやすい小型のものが多い。赤石焼き、チョボ焼き、ラジオ焼きをルーツとしており、基本的には、おやつ、間食として食べられるが、ご飯のおかずとする地域もある。たこ焼きの創始者であるア図屋。や、現在は玉手に本店を構える大阪にあるたこ家。 道頓堀くくるの看板たこ焼きの創始者は、大阪市西成区、藍津屋の初代、遠藤留吉とされている。1933年、遠藤はラジオ焼きを改良し、従来のこんにゃくの代わりに醤油味の牛肉を入れて、肉焼きとして販売。1935年、たこと鶏卵を入れる赤し焼きに影響を受け、牛肉ではなくたこ、鶏卵を入れるようになり、たこ焼きと名付けた。 遠藤の故郷合津の郷土料理である小酢湯の味付けを模した出汁で小麦粉を溶いて仕上げていたという。合津屋のたこ焼きは生地に味がついているため何もかけずに食べるが、戦前は合津屋以外のたこ焼き屋でも出汁や醤油風味で何もかけずに食べるたこ焼きが大半だった。第二次世界大戦前の大阪では2個で1銭程度の価格で売られていた。戦後、 1948年にウスターソースを改良したトンカツソースが発明されたことにより、お好み焼き屋やたこ焼きにも用いられるようになったが、大阪では現在でも古くから営まれているたこ焼き屋で、だしや醤油風味のソースをかけないたこ焼きが売られている例がある。ソースの普及後、たこ焼きを販売するものが増え、また週刊誌が大阪らしいものとして紹介したことで普及が加速し、 1955年には大阪市内でたこ焼き店が5000件はあるという説が出るほど一般化した。その頃は10円で4個から6個という価格であった。当時はたこをかなり細かく刻んで入れていたため、たこ焼きのたこらしいのが市に当たりという川柳も残されている。1960年代中頃には関東地方でも屋台での販売が見られるようになる。 東京の銀座では生地にエビのすり身を入れたたこ焼きの屋台が独特の風味で人気を博した。九州地方では福岡県の八ちゃん堂が1977年に自動車による移動販売を開始し、翌1978年にフランチャイズ営業を開始して普及を促進した。1984年改善が冷凍たこ焼きの技術を確立し販売を開始。 1988年に元祖タコ、小を、企業。1992年には新大阪駅に出店して大阪土産として宣伝。1990年代後半からは関東地方ほかでチェーン展開する企業が現れた。1997年には群馬県新田郡笠掛町で築地銀タコが創業。関西とは異なる表面をカリカリに焼き上げるタコ焼きを。 チェーン展開し、後に北海道から沖縄県にまで出店を果たした。また、2002年には東京都板橋区の慶太子がチェーン展開を開始、やはり北海道から沖縄県にまで出店を果たした。本場の関西地方にもこれらの全国チェーン店が出店しているが、関西では個人経営の小規模店舗がまだ多く、根強い人気を保っている。 2010年代には、たこ焼きの缶詰も登場した。屋台で調理中のたこ焼き多数の半球状のくぼみの、ある、鉄もの,のたこ焼き器を火にかけて加熱する。くぼみに油を塗ってこびりつかないようにする。だし汁で溶いた小麦粉に薬味を加えた生地を、たこ焼き器のくぼみに流し込み、たこなどの具材を一つ一つ入れていく。しばらく加熱をして、たこ焼き器と接する面が、 カリッと焼けたら、先の尖った水を、くぼみの表面に差し込んで、くぼみの周囲に沿って一周させて剥がし、次に、くぼみの中で一つ一つ上下を反転させて、中の生地を下に流し出し、休憩に焼き上げる。半球ずつ形成し、中に空洞を作るのが食感よく仕上げるコツ。焼き上がったら、水で刺すかかき上げて容器に移し、ソースやタレを塗り、好みでマヨネーズもかけ、 青のり、削り節等を振りかけて提供する。タコの代わりにチーズなどを入れることもある。家庭用コンロに直接かけるタイプの専用調理器具、家庭用電気式タコ焼き機の例、プレートと呼ばれる種を流し込む天板の部分は鉄の芋の性が多いが、銅製のものもある。銅製は熱伝導が良いため、短時間で多数のタコ焼きを焼けるが扱いが難しく、 手早く焼き上げないと焦げ付きなどを生じる。価格も鉄の数倍と高価であり、手際よく数をはける熟練者向きである。形状は写真のような角型や丸型がある。古いたこ焼き器は火力に七輪を使用するため、形も七輪に合わせ丸型であった。業務用のたこ焼き器は四角いプレートが何枚並べられるかでガスコンロのサイズがある程度規格化され、 販売店では各サイズが揃えられている。規格化されたもの以外でも、ひっくり返す、柄のついたものなど、独自のサイズや形式の器具も多く流通している。小型は1枚掛けの家庭用コンロから数をさばく、大規模店用の8枚掛け、12枚掛けなどの大型サイズまで各種サイズが市販されている。プレート1枚を一面と称し、 従来型のプレートの多くは一面に 4X7 個の28ケツだが、最近増えているジャンボたこ焼きのプレートは一面に 3X6 個の18ケツである。業務用のたこ焼き機には半自動型と呼ばれるものがあり、これはワッフル型やタイ焼き器と同様に左右に開く鋳物のたこ焼き鍋を使い、取っ手で鍋ごと回転させて上下を反転させるもののため、 一つ一つをくぼみの中で反転させる必要がない。このうち両面式の鍋ではくぼみのある鉄鍋で半分ずつ焼き上げてタイとなるくぼみのある鉄鍋の上に裏返して合わせることで調理されるが片面式の鍋ではくぼみのある鉄鍋で焼き上げてからタイとなっている平らな鉄板の上に裏返して調理される。小麦粉を出しで溶いて鶏卵を加えよくかき混ぜ 生地とするこの際小麦粉の量に対して水を多く混ぜた方が良い。NHK の試して合点は実験で小麦粉を冷水を使って溶くとグルテンの成長がしやすく食感が大幅に向上することを見出した。材料としてタコ以外にネギのみじん切り、紅生姜のみじん切り、天かすや干しエビなどが使用されることもある。隠し味に少量の醤油や 牛乳や砂糖もしくはみりんなどの調味料やベーキングパウダーなどを加えることもあり、調理者や店舗の工夫や秘伝により異なる。牛乳を少量加えると小麦粉を均一に分散させる効果がある。ブレンドされたたこ焼き粉という専用の粉も発売されている。たこ具材のたこたこ焼きに用いられるたこは日本で昔から流通量が安定していて、吸盤の食感まで 日本人に大いに好まれるマダコが最も多く使われている。東北以北などマダコが生息しない地域においては伝統的には水ダコが使用されていたが貿易や流通網が高度に発達した現代ではその限りではない。近年日本で流通しているマダコの多くはモーリタニアやモロッコなどの西アフリカから輸入された冷凍物となっている。他に家庭においては 小型のイいダコや黒潮行きのワモンダコ、さらにはイカを使うなどの例外がないわけではない。タコはブロック状に切って入れるが、タコ焼き向けにカットされた冷凍品も販売されている。市販品は通常重さ5グラム前後であるが、より大きなものもある。冷凍食品のタコ焼きなど大量製造用には、西アフリカなどの原産地でカット処理される冷凍されてくるものが多い。 キャベツ、京都府、兵庫県北部など、関西地方の一部や、中部、関東地方では、千切り、みじん切りなどのキャベツを入れるのが、一般的である。キャベツ入りのたこ焼きは、生地の濃度が濃く、焼くと、中まで固まるが、その代わりに、すぐに焼き上がる。キャベツなしのたこ焼きの生地はお好み焼きに比べると非常に、生地の濃度が薄く、焼くと、中は濃かしてトロトロと柔らかいが、 その代わりに焼き上がりまで時間がかかる。これは、赤し焼きやラジオ焼きに起源を持つ関西風たこ焼きと、もんじゃ焼きやお好み焼きと共通材料を使う中部、関東風たこ焼きの粉物文化の違いとも言える。全国的には、大阪を中心とした関西地方を除き、キャベツを入れる地域が多数派である。近年では、中部、関東地方でも、 キャベツなしの関西風たこ焼きが広がりつつある。逆に関西でも、キャベツ入りのたこ焼きを作る過程も増えつつある。その他兵庫県の淡路島では、玉ねぎ、長野県では白菜を入れることもある。日本国外に進出したたこ焼き店も見られるが、タコを食べる習慣がある文化圏は、朝鮮半島、地中海沿岸地域の一部、アフリカ東岸地域、メキシコなどの例外があるにしても、 比較的少ないため、現地で受け入れられるようなソーセージ、チーズなどの食材を代わりに入れるか、あるいは具を入れないで焼き上げたものが売られている場合がある。チーズを具にしたものは、チーズボールという名で大阪でも販売されている。イカスミを生地に混ぜた黒いたこ焼きが存在する。お好み焼き風に何でも好きなものを入れて、家庭で食べるボール焼きパーティーなどが流行り始めている。 韓国やシンガポールの店では出汁を入れないで、主にスイート類を入れて販売している店がある。屋台に並ぶ専門店用たこ焼きソース完成したたこ焼きにかける調味料は多くの場合はたこ焼きソースやお好みソースなどのソースが使用される。また、醤油、ポン酢、マヨネーズ等を使う場合もある。たこ焼き屋社長の遠藤義蔵を特集した朝日新聞の記事によれば、 古くはソースやマヨネーズがかけられることはなく、1950年代前半からソースをかけるようになったとされる。マヨネーズを生地に入れる焼き方は1982年に広島市西菊の一級案が考案したと言われる。たこ焼きにソースがかけられていない場合は、たこ焼きの生地自体に味がつけられているため、何も調味料をつけないで食べる。好みによっては、 食塩やゆず胡椒で味付けして食べることもある。名古屋地方ではソースではなく醤油を使用することが多い。2000年代以降、大阪府ではポン酢をつけるたこ焼きも一般的となっている。通常は青海苔と削り節を上から散らす。好みや店によっては刻みネギを散らす。淡路島では特産の玉ねぎのスライスを乗せたり、フライドオニオンを添えることがある。また、 塩味をつけたスマッシュ汁のような出汁に浸した状態で、供されるものが、神戸市西部から、姫路市あたりに見られる。赤し焼きに強く影響を受けたものである。出汁には、刻み蜜葉や、おろし生姜や、柚子の皮が入っていることがある。ソースと出汁を併用するものは、神戸たこ焼きとも呼ばれる。たこ焼きを盛り付けるか入れる、使い捨ての容器は、平底の船型容器が一般的で、 船皿と呼ばれる。容器の材質には薄くそいだ木製の狂気船皿や発泡スチロール製の発泡船皿、その他薄いプラスチックの容器や紙製の容器などがある。持ち帰りでは船を包装紙で包むか、船をさらに薄いプラスチックの容器に入れる。なお、用事は大抵2本付属しており、2本で1人分である。 理由は同時に刺すことによって回転することを防ぐためとも言われる。一般的に爪楊枝または箸を用いて食べるが3個ほど竹串に刺したものが供されるところもあり、スーパーマーケットでも販売されている。専門店のたこ焼きは表面の非常の部分が薄くやや硬い状態に焼け、内部がもんじゃ焼きのようにとろみのあるものが人気がある。 大阪市西成区の動物園前駅場にある常設屋台大阪にはたこ焼き店が多く、多くは個人などの小規模経営である。たこ焼きと同時にお好み焼きを扱う店舗も多く、初詣や祭り等では屋台も多く現れる。店内飲食のテーブル席を設けた店舗も多くあるが、ほとんどの店舗は持ち帰りができ、持ち帰り専門の店舗も少なくない。 また最近では、大型商業施設のテナントとして、たこ焼き専門の店も多く進出し、入り口付近に店を構え、買い物ついでの客を集めている。このほか、昭和時代から子供が多く集まる駄菓子店などでも焼かれていることがあるが、そのような店は減少傾向にある。大阪やその周辺の家庭では、たこ焼き用の鍋や道具が一家に一台とも言われており、かんで、ん、 CS フォーラムの調べによれば、関西人の9割が家庭用たこ焼き器を所有しているという調査結果がある。このため、たこ焼きには欠かせない、小さく、滑形に刻んだくれない生姜などは、近畿圏では昭和の中頃から瓶詰めにして多くの店で販売されていた。大阪では、一般的には、外側のクリスピーなカリッとした食感は好まれず、表面の非常の部分も柔らかく、 中はトロっとしていて、全体でようやく形を保てる限度の焼き加減が好まれるとされる。しかし、たこ焼き店の数も多く、家庭でも一般的に作られる食べ物だけに人の数だけ好みがあり、焼き上げ直前に火力を上げて、油を追加し表面を香ばしく焼き上げるのを好むものもおり、生地の味付け、具の量、玉の大小、かけるものなど、 たこ焼きに正解なしが実態である。ごくごく一部の店舗ではあるが、明石焼きのようにスープやうどんなどに入れて販売することもある。国内に10店舗以上展開するブランド韓国では、日本語名をそのまま音社して、たこ焼きと呼ばれている。2003年に遊戯施設のロッテワールド内で販売が始まり、たこ焼きの歌とともに人気を博し、韓国語カバーが出た。この曲のヒットともに、 たこ焼きの人気が上がり、ソウル市内各地に屋台が広がった。近年はインドネシア、マレーシアやシンガポールでは屋台で、たこ焼きの名前で売られている。メインの具はたこに限らず、鮭やチーズなどいくつもの種類がある。特にインドネシアでは、自国の PR 活動のための来日を重ねるうちに、たこ焼きの味と手軽さに惚れ込んだ。 ジョグジャカルタするタン家の第一王女が2006年、ジョグジャカルタに第一号店を誘致した。インドのパニアラムと焼き型。ありがとうございます。